こんにちは、黒田和史です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ドレミファソラシドってなんでみたいなところのお話の続きで、平均率と、えー、度数っていうお話をしたいと思います。まあ、ああの、ドレミファソラシドの発見はピュタゴラスだったんですよって話はしたと思うんですが、ピタゴラスが、こう、まあ、要は質量の多いもの、体積の多いものは低くて、小さいものは高い音がするんだな。だから、こう、弦でいろいろ調べてみると、こう、 質量が二分の一要は半分の弦の音っていうのは、要は振動数がちょうど倍になるので、すごく混ざり合うから、同じ音って考えましょうねっていうふうに考えたわけですね。まあ、ここがまず天才ですね。こう、違う音じゃないですか。でも、響きはすごくよく混ざるから、同じ音って考えようねっていうふうに考えるわけですね。で、今度は2対3の比率で考えていくわけですよ。そうすると、C を3にして、 2を取ると、これが G になるわけですね。で、G を3にして、こう、2を取ると、今度は D になるわけです、ね。どん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 こう5度上になっていって、こう、ぐるーっと12個回ってくると、最後 F から C に行って、同じ、こう、振動数の同じ音のところに戻ってくるじゃんっていう発見だったわけですね。で、これはすごい、多分でもこのね、えー、ピタゴラスの頃っていうのは周波数ではなくてね、弦の比率でやってるんで、多分こう、 感動的だったんでしょうね。パッて見たら。お、これ、同じになるじゃん、みたいな。でも時代が進んで、オクターブの考え導入すると、少しずれてることがわかるんですね。どれぐらいずれてるかというと、24セント高いところに着地するわけですよ。この C じゃん。上の C じゃなくて、C よりも24セント高いところ。ってことは、24セントってことは、これ、4つ足すと、もう、C から C シャープになっちゃう、みたいな。かなりのズレがあったんですね。だからこう、 性格化の人たちは、まあ、それで悩ませらされるわけですよ。こう、こうととって、ここはハモるけど、これちょっと、なんかこう、揺れちゃうよね。これハモらないよね。みたいなことで、すごいこう、悩んでいくわけですね。で、まあ、あの、周波数っていうのが、こう、分かってくるっていうか、こう、1秒間に何回こう、同じ振動するかっていうのを、こう、ヘルツっていうんですね。 で、1秒間に何回振動化するかで、これ音っていうのは決まっていく。音程っていうのが決まっていくんですけど、こう、振動数が少ないと低いし、振動数が多いと高い音になっていくんですね。1億食べると24数、プラス24セントのズレがあるから、これどうするかっていうと、ちょっとずつ譲歩して、14回にズレを少しずつ割り振って、要は24あるから、2ずつうまいことを割り振って、まあちょっとそれに工夫していくんですけど、全部ちょっとずつ出ていくと、まあ永遠的なことですね。まあ ちょっと揺れてるけど、まあもう、泣きましょう。みんなで泣こうって言って、っていうお話なんですね。これをうまく調節することによって何ができたかっていうと、12音階あるわけでしょ綺麗にね。で、今まで正確でドレミファソラシドってこういう風にあったわけじゃないですか。メロディアスにするために。そうすると、こう、だいたいここの音だよねって。 そうすると、このよく使う音、ドレミファソラシドの音を下にしたら、この間の音は、こう、上にこう、黒い鍵まで、上に、これ、元々の鍵まで逆なんですけど、黒剣に白だったんですけど、今はこっちのスタイルなんで、こっちで書きました。そうすると、ドレミまでは、2個2個進んで、ミからファのとこは1個なんですよ。で、ファからソのとこは2つ、ここも2つで、222、で、シからドのとこが1になるんですね。僕らはこれ、 二つのことを全音で、こう、一音とか半音、これ全角と半角のね、あの、僕のあのデジタルコーダーでやりましたね。あれにすごい近いものだと思うんですが、2、2、1、全、全、半、全、全、全、半で覚えなさいって言って言われましたね。で、これがドレミハ・ソラシドでしょ。そうすると、こう、平均率を使うとですね、ドレミハ・ソラシドが移動するっていうことができるわけですね。 ドレミファソラシドが移動するっていうのは、ドレミファソラシドっていうドレミがあったとして、ここから、ドレ、ドレミ、そしたらこのファがおかしいでしょ。ドレミファ、だから、ドレミ、ここがおかしいので、これ半音下げると、下げることをフラットっていうんですね。この音がここに下がったことはシのフラットっていうわけですよ。だから、こう下げるとちょうど、 じゃあ、そしたら、こう、やっぱり、前、前、半。前、前、前、半になるでしょ。そうすると、こう、ファから始めたドレミファソラシドっていうのができるわけですね。で、ソから始めてみると、ここだけおかしいね。だから、ソから始めると、ここ、ここがちょっと変だから、この、 ファのところの音を、これを半を上げてあげると、全、全、半、全、全、全、半になるでしょ。そうすると、ファにシャープをつけると、ソから始めたドレミファソラシドになるわけです。この調合って絶対決まってるんですね。一個の調合が、の場合は、シャープの場合は必ずファにつくし、フラットの場合は絶対シにつくんです。そうすると同じドレミファソラシドができますよねっていう、こう,う印なんですね。そうすると、スタートの位置を全部変えていくと、5度圏ってこう、全部こうやって、 フラッドがどんどん増えていって、で、えー、シャープがどんどん増えていって、みたいな形で全部の調ができるわけですね。これで12調全部できるわけです。で、この12調でパッハっていう人が12調全部でメロディーを作ってみよう。そしてマイナーの音階でも、 全部作ってみようということで、24個の平均率クラビーヤっていうのを作るわけですが、まあこれでみんな悩まされるんですけど、このと、平均率っていう日本で語で訳されてるんですが、本当は平均率じゃなく、よく調整された、えー、鍵盤楽器っていうふうに言う、いう意味らしいんですが、まあこうやって5度鍵っていう、こう、5度ずつこう上がっていって、そうするとシャープとフラットがどん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 こう増えていくんだよっていう、これは絶対ジャズで覚えさせられるんですけど、これですね。 要は、こういうのが、できるということですね。だから、移動度っていうふうに言うんですけど、動画の位置が移動する。つまりドレ、ドレミファソラシドっていうのがあって、ね。っていうのがあって、これは、1度、2度、3度、4度、5度、6度っていうんですが、ただ、その、ドレミファソラシド、ファから始めたドはミから始めたドでって意味が分かんなくなっちゃうんで、だから、この、移動しないのは、この、CDFGABC e にしとくんですね。 そうすると、F から始めたドレミファソラシド。これキー F って言うんですよ。キーが F っていうのは、スタートの位置が F になるってことですね。F から始めたドレミファソラシドのことをキーが F と言います。さっき言ったみたいに、キーが G だと、ソから始めたドレミファソラシドが、この、え、キーが G になります。そうすると、度数っていうのは、この3度。F のキーでの3度っていうのは、F のキーでのミの音っていうのは、A になるわけですね。C のキーでの ミの音っていうのはい、e、になるわけですね。っていう風うにこうずれていくわけですね。で、ずれるっていうことは何かっていうと、演奏中にこう、平均率が出る前っていうのは、こう、ここからスタートすると、別からスタートするのはもう別物になるわけですよ。こう調節されてないから。だから鍵盤が全部違うんですね。だけどこう、キーが変わる、演奏中にキーを変える。つまりこう、皆さんがカラオケでやるのボタンを押すみたいなのと一緒で、こう、 調,調整が変わるってことなんですね。そうすることによって、こう、複雑な曲がどんどん作れる。つまり、こう、ハイドンとかが公共曲作り始めのこの頃なんですね。要は、いわゆるバッハがそういうことをやり始めて、あ、それを見て、あ、こういうことができるってことで公共曲っていうのを。要は、こう、途中でキメロディーがどんどんキーを変えたりして出てくることによって、もっともっと多彩な、こう、積み上げていくようなもの、今までプレハブみたいなしか立てれなかったけど、今度は、こういう、こう、 この理論ができることによって、こう、2階建て、3階建て、4階建てっていう曲ができるようになったわけですね。だから、バッハのことを、まあ、音楽の父とか言ったりとか、ハイドのことを公共曲の父というふうに言ったりしますが、この、バッハが音楽を難しくしてダメにしたっていう人もいたりする。チャージャズだと、チャーリーパーカーが、そのジャズをダメにしたっていう人はいる。でも、可能性を広げたわけですね。だから、まあ、 音楽を難しく楽しむ感じから難しくしちゃったっていう風に捉える人もいれば、それがあったからこんなことができるっていう、まあどっちもどっちだと思うんですが、まあでもその人がいなければ今の音楽、音楽界成り立たないので、すごいことだと思いますね。この度数っていうのが、この12345。だから4度とかね。こう、要はドレミハソラシの度の音のことを1度。このキーが C でね。で、C の2度の音っていうのは0になって、 みたいな。この1234567っていうのが、こう、そのキーによっての、この順番、数字が分かっていれば。そうすると、このキーでの5度、このキーでの5度ってやると、キーが変わってもアドリブが自由にできるということで、こういうのを数字で覚えていかなきゃいけないんですね。これ12個全部やらなきゃいけない。これすごい大変な作業なんですが、まあジャズミュージシャミンみんなこれができるということなんですね。 で、この1度、2度、3度、4度、5度ってこの数字とこれが、こうキーが C での場合でですね、よくこう、ギャラがデーマンだったとか言うですね。デーマンって何かって言うとこ、2万なんですね。だからこう、お客さんの前でギャラ2万だったっていうと、お客さんが、えー、生臭い話するなと思うから、いやまあ、デーマンだったって言ったら分かんないでしょ ?E マンだったとかね、ゲーマンだったとかね、えー、デーマンゲーセンとかって言ったりするわけですよ。これはこの数字から来てるわけですね。 こういう因語ってジャズに限らずあってですね、こう、これお坊さんのね、大無人、天無人、大無坊、財無比、ご無効って言うんですけど、これあの、大っていう漢字から人を抜いたらこれ1になるでしょ。これ天っていう字から人を振ったら2になるでしょ。王っていう字から縦の棒を抜いたら3になるでしょ。財からこの火を抜けたら4になって、こ5から口を抜いたらご無効、5になるでしょ。だからこれお伏せがね、 ム無効って言ったの聞いたことあるんですけどね。あ、5万もらったのかなっていう。っていうことですよね。こういうことですね。まあ、とはいえ、えー、まあ、要は、こういう度数っていうのが、この、スタートするところが違うことによって、フラットとかシャープつくんだよっていうで。それは全部決まってるんですよっていう。もうこれは覚えるしかないんですね。えー、で覚えることによって自由自体にアドリブができるということなんですね。で、まあ、ドレミが移動するという、こういうこ移動度というふうに。 どうが移動するということですね。えー、知り合いでギターの人がいてですね、その人は全部キーが F で最初練習してたらしいんですね。ギターの曲で、その F の曲が多かったんで、全部 F で考えるんですね。だからすごい上手い人なんですけど、普通はキーが C だとそれ何度の音になるのって言うんだけど、彼はキーが F だと何度の音になるのっていう人がいました。それをね、彼は僕らは移動ファって呼んでましたね。移動をドじゃなくてファが移動するということですね。そういうことになるわけですね。 えー、まあ、ピタグラスが始めた、えー、こういったことの五同件っていうのは、24戦高いことによって、ちょっと不都合が生じましたよ。えー、時代が進んで、まあ、オクターブの考えを導入すると少しずれてるんで、ちょっと困るな。じゃあ調節してみようかっていうことで調節したものが平均率っていうものですね。まあ、まあ、永安的な、ちょっと、全体的にちょっとずつ濁ってるけど、まあ、よしとしようやっていうことですね。だから純正率っていうのはすっごい美しくこう、全くこう、うねりのない。 綺麗なハーモニーなんですが、まあ、平均数全部ちょっとずつ濁ってるって感じなんですね。だからまあ、慣れちゃったから、まあ、それでいいんじゃないみたいな感じで考えていただければ。で、音階っていうのがこういう、こういう鍵盤ができて、鍵盤、この鍵盤ができることによって、いろんな場所からスタートすることによって、高曲曲とかが書けるようになった。こういうこの、ジュージシャン、こういうのを覚えるんですよ。っていうことですね。 で、度数っていうのは、度数とドレミハソラシドは位置がどんどん変わっていくんだけど、この CDFGABC っていうのはこの場所が変わらないというふうに覚えていただければいいかなと思います。ちょっと難しかったかもしれないですが、ただ、こう、これはもう本当に、えー、こう、音大に行く人でもなかなか度数の意味がわからない人には、できるだけわかりやすく説明したつもりですが、えー、今日は動画は以上でございます。ありがとうございます。 今日もご視聴最後までありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白かったなとかためになったなっていう方はいいねのボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。メールマガジンではこういった内容のものを毎日お昼に配信しておりますので、もし面白いなと思った方はぜひ登録お願いします。こちらの方のびっくりマークの方ね、えー、押していただけると 中に入れて、えー、メルマガのどんな内容なのかっていうのをそのページで見ることができますので LINE アットもありますからそちらの方で登録ぜひしてください以上です黒田でしたありがとうございました